はい、トワイライト連邦共和国 Vlog です。今日はですね、何を紹介したっけ？あ、そうそう、ちょっとまだこれ片付けてないんですけど、昨日の話で、蛍光灯がね、グロー球が、ボロボロになって、点灯しなかったっていう話しましたけど、今日グロー球を買ってきて、見事、蛍光灯4つ点灯してますので、だいぶ明るくなったと思います。今までだいぶね、劣化してたんで暗かったんですね。4つ新しいのに変えたら、なんか明るくなりました。今日はですね、まだ記事にしてないんですけど、まあ、する予定なんですけど、豆乳をですね、ちょっと紹介したいと思います。豆乳ってね、あんまり買って飲まないんですよね。どうですか、皆さん。豆乳大好きですか？日本では、あまり自分で豆乳って買って飲まないですけど、台湾に行った時にね、台湾って朝ごはん屋さんっていうのがあるんですよ。朝ごはんだけの食堂っていうのがあってですね、昼間とか夜は空いてないんですよ。朝しか空いてないんですよ。で、台湾ってこう、面白いところで日本と似てるようではありますけども、お弁当とかね、あまり流行って、ないっていうかあんまりないんですよ。普通にセブンイレブンとかあるんですけど、お弁当ってあんまり売ってないんですよね。で、どういうことなのかって聞いたことあるんですけど、温かいものは温かい状態で食べるのが、当たり前なんだという話で、朝ごはんきっちり食べるんですよ、台湾の人って。だから弁当流行んないんですよ。で、お昼とかも食堂とかで温かいものを温かい状態で食べるので、お弁当の文化ってあんまり流行ってないんですよね。ただまあ、日本が統治してた時代に、やっぱり日本でも駅弁ってあったように、台湾でもその、日本人が持ち込んだ、こう、弁当という文化は、多少はね、あったようで、今でもあるにはありますけど、あんまり流行ってないですね。日本だけですかね。お弁当冷たくても、美味しく食べられるように努力して、今の、例えば駅弁とかね、あと、まあ、コンビニのお弁当は、今電子レンジありますから、暖かくなりますけど、駅弁っていうのは、暖かくなるやつもありますけど、基本的には、冷たい状態ですよね。でも美味しく食べられるっていうのは長年の努力なんだろうと思います。それは文化の違いですけど、ちょっと話それましたけど、で、台湾のあの朝ごはん屋さんっていうのはすっごい美味しいんですよ。私もそれだけにハマって、この朝ごはんだったら3食食べてもいいっていうぐらい好きになったんですけど、で、その台北で朝ごはん屋さんに連れてってもらったんですけど、必ずね、豆乳があるんですよ。で、この豆乳がうまいんですよ、むちゃくちゃ。だから日本の豆乳って、どちらかと言いますと、真面目に作ってあるんですよ。豆乳として。だから、どちらかというと混じり気なしの、豆乳ですっていうようなものが多いんですけど、台湾の豆乳って、若干水っぽいんです。だからドリンクとして、こう、なんていうんですかね、ごくごく飲めるような感じの豆乳なんですよ。で、甘いんですよ。だから、すごく美味しくて、これは香港でもそうでしたけど、中国の豆乳はね、上海で飲んだんですけど、あんまりホットだったせいもあって美味しくなかったんですけど、台湾の豆乳っていうのはね、うまくて、で、その、取材に行った時にね、たまたま朝ごはんで飲んだんですけど、なんかその台湾で案内してくれた、台湾の人が言うには、だいたい午前中街歩いてる人が持ってる、こう、テイクアウトみたいなカップね。まあ、だいたい豆乳が多いと思いますよ。で、昼以降だと、まあ、有名なね、まあ、タピオカ入りかどうかは知りませんけど、ミルクティーが多いと思いますよっていうふうに言ってました。だから本当に、美味しかったです。まあ、半分冗談でどこまで、本当なのかは聞きませんでしたけど、台湾の女性の胸の大きいのは、豆乳のせいですよって、豆乳のおかげですよっていうふうにその人言ってましたけど、
それがどこまで真実なのかは知りません。冗談で言ったのか、本気でそう思ってたのかは分かりませんし、検証することもできなかったので分かりませんでしたけど、まあ、台湾の人はそういうふうに言ってました。で、日本の豆乳ってやっぱ真面目に作ってますので、やっぱ、まあ、成分のいろんな規制もありますしね、豆乳っていうふうに表示していいのは、どうとかね、豆乳飲料だとどうとか、まあ、いろいろこう、規定があるので、その通りに作んないとこう豆乳名乗れないっていう事情もあるんですけど、日本の豆乳っていうのは本当に真面目に作ってあるので豆乳だなっていう味が多かったっていうか、そういうイメージがあるので、まあ自分で買って飲むことはほとんどなかったんですけど、ちょっとこれはね、私全種類飲んで驚きました。マルサンアイっていうところが出してる豆乳多いんですよ。ローカロリーの豆乳だとか、普通のね、一般的な豆乳とかあるんですけど、このシリーズ、一つ上の豆乳っていうシリーズがあってですね、これはプレーンですけど、これがね、むっちゃうまいんですよ。で、この一つ上の豆乳のこうプレーンの豆乳は、ほんと真面目に豆乳です。もう、豆っぽいです。もうむちゃくちゃ、あ、これも大豆だなっていう感じ。の無調整の豆乳。だからこれ品名は、豆乳ということになってますね。これはもう純粋に豆乳だけです。で、国産大豆、国産のプレミアム大豆を使ってます。今からこのシリーズの今から紹介する4種類、これじゃないやつですね。は、豆乳飲料、見えるかな。これ、豆乳飲料ということになってますので、この豆乳飲料っていうやつはですね、なんて言うんでしょうか。はい。いろんな味が、フレーバーがついてるやつが、多いです。で、4つあるんですけど、すごいですよ。バーン。同じシリーズです。一つ上の豆乳っていう、シリーズで、こちら側から抹茶、紅茶、白桃、巨峰っていう風に書いてますね。本当にこの味がします。この味しかしません。豆乳の味ほとんどしません。わかんないです。言われないと。で、先ほどお見せしました、このプレーンの豆乳だけは、もう本当に、うわ、豆乳っていう感じなんですけど、巨峰、あるじゃないですか。これね、何の味がするかっていうと、カルピスのブドウ、わかります?カルピスの巨峰もありましたっけ?うわ、カルピスの巨峰かなっていう味です。それ以外の味は、しません。ほとんど豆乳って分かんない。だからカルピスの巨峰だと思って飲んで大丈夫ぐらいなもんです。で、この白桃。これはね、富士屋ネクターありますよね。まあ、ネクターね、桃のネクターって富士屋しか知らないんで、他あるかどうか分かんないけど、富士屋ネクターの桃ありますよね。富士屋ネクター。あ、ピーチネクター。あれとね、ほぼ一緒の味です。ちょっとびっくりです。で、こう抹茶ありますよね、抹茶。これはですね、抹茶ミルクありますよね。牛乳でやった抹茶ミルク。あの味しかしません。豆乳の味ほとんどわかりません。抹茶ミルクです。で、最後の紅茶ですけど、これはですね、ミルクティーです。もうミルクティーそのままです。ということで、このプレーンの豆乳ですね。これ以外については、ほぼほぼ豆乳ってわからないぐらいに、豆乳感がありません。全部ね。どれをとっても、まあ、好き好きあるでしょうけど、どれをとっても、むっちゃ美味しいんです。だから豆乳ってわからないと思います。まあね、毎日、健康のために豆乳飲まれる方、まあ、牛乳、あと苦手な方とかでね、豆乳飲まれる方も多くいらっしゃると思いますけど、やっぱりね、まずいとね、毎日は飲めませんよね。たまにならいいですけど。で、これはね、確かにこのプレーンの豆乳はもうもろ豆乳なんで、豆感すごい。っていうか、普通の成分無調整の豆乳よりも、豆感がすごいので、豆乳大好きな方はもう絶対これがいいと思いますが、豆乳も苦手だけど牛乳も苦手だなっていう方はそれ以外のこの、
4種類紅茶、白桃、巨峰、抹茶のこの一つ上の豆乳がどれとってもめっちゃ美味しいので一回飲んでみてください。私もね取材で飲んだんですけど全種類一気に飲みました、全然普通に飲めました。はい、毎日飲んでも多分いいと思うぐらいに飲めましたので一度飲んでみて。ただですねどこでも売ってないんですよ。で普通にスーパーとかコンビニとかで、売ってるのかなと思ったらあんま売ってないんですよ。値段がね多分10円ぐらい高いんだと思いますけど、その10円高いおかげで置いてないんですよ、他のが安いので、ですので、まあ東京だとね成城石井とかねあんなところでは置いてると思いますけど、ちょっと探して、前もこの話したと思いますけど、現物をねこうやってこうお見せするのは多分初めてだと思いますので、ぜひ飲んでみてください。これめっちゃうまいです。あったらね、探してあったら飲んでみてください。インスタで紹介したのかな、動画じゃなくてインスタで一回あげたんですかね。これ本当美味しいので、どれを取っても大丈夫なので外れはありませんので、プレーンの豆乳以外はね外れありません。プレーンの豆乳はちょっと好き嫌いがあると思いますので、豆乳好きな方はむっちゃ濃い、プレミアム国産大豆を使ってますので、豆乳好きな方はこのプレーンがいいと思いますけども、そうじゃない方はその他どれ飲んでも外れはありませんので一回飲んでみてください。私これ味見で全種類一気に飲んでしまいましたので、それでも、全く豆乳感が分かりませんでしたのでぜひ飲んでみてください。こんな感じで、最近なんかね航空券の話とか、昨日なんか蛍光灯の話とか、わけのわからない話ばかりしてましたので、たまにはこういうレビューをねして記事にする予定のものをざっくばらんに、記事だとねやっぱり文章で書きますので、なかなかこうざっくばらんにこう口語で記事を書くことはできませんので、なかなかお伝えするのが難しい面もあるんですけど、まあこれブログのビデオなので、好きなこと言えますので、何ですか、ざっくばらんにお伝えをいたしました。本当どれ飲んでも美味しいので一度試して、あればですね、探してでも飲んでもらっていいと思うんですけどね。通販では別に問題なく手に入りますので、限定生産とか期間限定とかいうことではなくて、販路が、マルサンの販路が、そこに限られてるっていうだけの話ですので、通販で手に入らないわけでもありませんので、まあ、店頭にあれば、ぜひ買って飲んでみていただきたいですし、気に入れば通販で買えると思いますので、箱買いしてもいいぐらいの味です。それは私の舌での感覚ですけども、それは保証しますので、一回ぜひ飲んでみてください。多分気に入ると思います。以上です。本日もご覧いただきましてありがとうございました。